よっしゃ、やっとこの日が来た。店不在。じゃーん、今日こいつ乗ります。ネイチャーボーイ、これの、55のサイズ。まあお客さんが今許可をもらってちょっと乗ってみようかなと思って、で僕のマッチョキングと比較して、まあ、実際どうなのか。なんかね、磯川くんが言うにはやっぱねこっちの方がいいって言うんですけど、僕なりにどういう、まあ、感覚でちょっとインプレできるか自分もすごい楽しみです。でハンドルの高さとか、サドルの高さは僕のセッティングに合わせますから、一応僕仕様でいきます。ペダルもね、もう SPT つけて、ちょっとさすがにジャージ履く時間なかったんで、まあ、ビンディングとあとヘルメットかぶって今からちょっとねいろいろ行ってみようと思います。ちなみにこれ55のグリーンはもう完売してて、52の完成車は在庫あります。はい、あとオレンジとピンク色の52と55はもうエレファントサイクル確保したので在庫ありますよ。はい、じゃあ行ってきます。ちょっとね久々のチェストマウントなの なのでちゃんと取れてるかどうかわかんないけどとりあえず行きます。ちょっと乗った感じのねファーストインプレッションを。まずね軽い持った感じめちゃくちゃ軽いよこれ全然違うこれくそー欲しいよし、どっちまで行こうかな。じゃあこっち行こうかな。おおおおお、まあこの辺は普通か。やっぱねシングルギアということがあって、まあ、慣れてないんで、あブレーキ効かないブレーキ効かないこれ、まあ、新品だからまだ当たりが出てないんで、まあ、ヒルクライム 2,3 回して 2,3 回ダウンフリーすればパッドとローターに当たりが出るでしょう。これフロントが40のスプロケが18ですね。こんな感じでのんびり走る分だとちょっと初速は重いですけど、スピード乗ってくれば大丈夫ですね。おお、なんかちょっとこうレバーのちょっと形状が慣れてないからこれ違和感あるかも。ここはレバーの形状が映ってるかな。55だとトップチューブが565なので、まあ、身長180前後の人にジャストサイズです。お、階段、ちょっとブレーキが効かないわ。持った感じめちゃ上がるよこれこうやった瞬間おお。軽いこれ。よし、やっぱね漕ぎ出しもなんだっけエキセントリック BB をチェーンテンション取るためにこうやってるんですけど、だからクランクの軸の位置をちょっとね上目にしてて BB ドロップが短めになってるので、多分ねカタログのジオメトリーの表記の BB ドロップよりは短いからよく焦げるかも。このコーナリングのちょっとタイヤ怖いわ。タイヤがめちゃくちゃいいじゃんこれ。おお、ハンドリングも滑らかですね。おお、いいハンドル。何ミリだろう、これちょっと広いのかな。44かな。それがちょっと広いかな。僕今まで44だったんですけど、なんか42にしてもいいかなとこの前思っちゃいましたね。やっぱねこの引っ張るときに踏ん張りが効かない。ブレーキだなこれ。油圧にしたらいいかもこれ。ああ、まあ確かに、
マッチョキングよりはフレームがなんか硬いような気がする。硬いような気がするけど、タイヤが 35C だからなんかちょっとよれる感じっていうか、まあタイヤの空気圧とかホイールの剛性もあると思いますけど、多分ホイールとかこれディープリムにして 32C とかにしたら最強なんじゃないですか。これかっこいいな、この車。いや、もうこののんびり走ってる時点で最高に楽しい。これいや全然40の18でいいじゃん。これ街中は軽いわ。せこいでしょこれ。ちょっとねハンドルがクイックなんで、ハンドリングね、僕だったらステム110とかにしたいかなと思って。多分ね、ここのリーチが短いんですよ、あのシマノの STI に比べて。だからリーチをちょっと遠くしたいですね。やっぱりダンシング楽しい。 BB ドロップが短い車体はダンシング楽しいわ。やっぱちょっと上りになると 18T はきついですね。オールマイティに行くんだったら後ろ19かな。ちょっと坂登ってみます。なんだろう、これ何がいいんだろう。タイヤがいいのかも。 35C っていうその太さとちょうどいいエアボリュームが。あと今気づいたのがやっぱね、ハンドルバーテープ薄いのかな。なんかハンドルの振動よく拾う。だからこれカーボンハンドルとかにしたらいいんじゃない。これやっぱね BB ドロップが高いから、短いから昼くらいも楽しいですね、ダンシングが。これはいいんじゃないですか。もみじ式ロクロスとかのハイスピードコースにももう道迷ったし、わかんないどこか。こっち行ってみよっか。こっちか。危ない。なんか神社に出た。やっぱねハンドリングちょっとクイック、マッチョキングとこれどうなんだろう。トレイル地とかマッチョキングよりなんかちょっとクイックなような気がする。ニットリバティ出てこいや。やっぱこれブレーキかな、これ。ちょっと今のところ不満はブレーキですかね。まあしょうがないけど、これ油圧にしたらめっちゃいいと思いますよ。これウィンターグローブとこのねブレーキレバーの相性が悪いかも。このちょっと分厚い生地とレバーが通り、あ、ここに出るんか。やっぱこのフロント周りの剛性感がマッチョキングよりなんかいいような気がする。なんだろうこれ、こうかな。なんかねハンドリングがクイック、マッチョキングよりも なんか多分違うのかもしれない。クイックなのか変速機構がないから軽量なのか、明らかに軽いこのハンドリングが。
ちょっと手が疲れるなこれ。バーテープ変えた方がいいかも。あの ESI のクッション性がいいやつに変えた方が。ちょっとどっかでダッシュしてみましょうか。鬼こぎ。いやー全然いいじゃん。55があと1歩あるんですよね。あのピンクとオレンジの、オレンジと違う違う黄色とピンクか。なんかとポジションが近い気がするな。 56.5 で一緒なんですけど、多分これステップ110でしょ。なんかに、ね、近い気がする。ってことはトップチューブ565だけど何かが近い気がする。鍵ちょっとこれじゃ鬼こぎ WRX よしよし。おお、やっぱね加速がいいよこれ。加速がいいけど今多分時速26キロぐらい、28キロぐらいだとケーデンスが上がっちゃうんで、まあ、シクロはでもこの速度域で走る場面ってあんまないと思うんですよね。おーいい、ちょ加速がいいよ。なんだろう、やっぱり BB ドロップかな。加速はやっぱ中心位置よりもチェーンテンションかけるために上にやってるから、多分 BB ドロップかなり短いんじゃないですかね。カタール口よりも5ミリぐらいは短くなってると思いますよ。いいっすね。これ油圧にしてハンドルカーボンにしてホイールをディープリムにして、ディープリムにすればスポークの長さが短くなるので、あの、ね、剛性が高いホイールになるんですよ。それしたらめちゃくちゃいいかも。振動とかそういうのちょっと分かんないですね。マッチョキングに比べてタイヤが太くて、到着です。よしよし。あ、危ねえ。自分のバッグ置きっぱなしちゃった。軽い、こうやった時に軽い。いいっすね。これはいい買い物ですよ。これは安いんじゃないですかね。これで丸々 万円って。あんまね、家族の方が見てるからちょっと一旦じゃあちょっと店で外でレビューしましょうか。反省ね。何の反省かって言ったじゃあネイチャーボーイの紹介します。エレファントサイクルチームエディションです。もう色一緒これ。55のサイズでトップチューブが565で、今サドルトップが745にしてます。だから股下が85センチぐらいの方で、まあ、または身長180センチぐらいの僕ぐらいの体格の人はこういうサイズ感になります。ちなみに55のグリーンがもう完売したので、あるとすれば、55の、黄色ピンクのモデル、僕はね1本確保したんでそれまだ買えます。でマッチョキングと比較してやっぱりハンドリングがちょっとクイックだったのと、ちょっとハンドルがなんか近い気がしたので、もしかしたらここの角度がマッチョキングよりもちょっとこう寝てるのかも。寝てるけどなんかハンドリングがクイックだったんで、多分このトレイル値っていうんですか、それがマッチョキングよりは、まあ、角度がないか。やっぱりハンドル切った時にこうスッと前に倒れてたんで横にね。あ、タイヤが735C でしょ。あ、タイヤが違う、これ
52頭。え、52? WTB のトレイルボスだったのに対してこれがテラベルついてますね。だからか、テラベル 38C ですね。だからか、なんかすっごい乗りやすかった。タイヤか、まあ、テラベールはもうチューブレス安心感あるんで、まあ、この WTB のリムに、チューブレスバルブと、チューブレスリムテープとシーランってやればチューブレスにできます。だからですね、多分乗り心地の良さはちょっとフレームもありつつタイヤの影響はかなり大きいですね。あとここのレバーがなんかそのちょ、僕はまああんまり好きじゃないっていうか、普段も今油圧しか乗ってないんで、これ油圧にするとめちゃくちゃいいと思います。あとリーチ型短いから、そうです、もしかしたらステム伸ばした方がいいと思うんですけど、これも110っぽいので、このステムがもし遠く感じるんだったら120にするよりは多分レバーを変えるか、まあそれか今レバーの位置をちょっと上目にしたんですよ、あえてちょっとこう前下げにしてリーチ伸ばせばいいと思います。まあその代わりその時バーテープここまでまた巻き返しないといけないです。あとフロントの剛性がマッチョキングよりはあるように感じました。あとは変速フロントメカリアメカがない、まあ、おかげもあってやっぱ後ろ回りがめちゃくちゃ軽いです。サドル意外と良かったです、これ。あ、オールシティじゃないこのサドル。え、なんか良かったですこれ。Gパンでも普通に、まあ距離短かったですけどね、特に違和感なく走ることができました。チェーンリングが 40T の、これはね後ろギア付きにしても使えるあのクランクになります。で後ろが 18T です。多分16だと多分街中の信号が青になったり赤になったりストップアンドゴーが多いとこは多分苦手だと思うので、まあ18でいいと思います。もし家が例えば高いところに住んでるんだったら19にしてもいいけど、19にしちゃうと下降りた時にケーデンスが上がるので、まあ40の18のだから 738C ぐらいがちょうどいいんだと思います。もしこれ 32C とかにすると直径がちっちゃくなってギア比がまた軽くなるので、そういう時は 17T にするとか16にしてもいいんじゃないですかね、街中だったら。もし32にするんだったら、あとマッチョキングよりはまあしなるというよりはなんかなんて言ったらいいかな、なんか受け止めてくれるっていうか、あの僕の気持ちをなんか受け止めてくれて、それ反発というよりはなんか受け止めてくれる感じで、よりそれで前に進んでいくようなあの感じはしました。それがパナソニックになると今度受け止めて、それがまあバネになって前に進むような感じなんですけど、なんかそれとちょっと違ったキャラクターっていうか、そういう感じはしました。はい、いいですね。だから、まあ、もしこれ買う人は、まあ、どんな人がおすすめかというと、まあ、本当にシクロクロスをやるためだけでいいんじゃないですかね。街中だったら正直使いづらいですよ。だってあのダブ穴がないし、まあ、ここには一応ありますけどね、前かごつけにくいし、まあ、スタンドもつけにくいし、まあ、そういうのは分かってて、ま、あの街中で使うのはいいと思いますけど、あんまり街中としては僕はあんまりおすすめはしないです。まあそれかの リレーラーハンガーがまた春ぐらいに入ってくるので、まあ、それつけて、これギア付きにしたら楽しいかも。ギア付きにしてエキセントリック BB をちゃんと真ん中の位置にして、まあ、それかあのローターかなんかの BSA30 のシャフトに対応したクランクをつけるとかして、ギア付きにしたらこれは最強だと思います。いやちょっと悔しいですけど、これ持ってる人がね羨ましい。以上、ネイチャーボーイの55のレビューでした。
これはもうちょっと完売しないですけど、52の完成車のグリーンと、あと52のブルー、あと52のイエローピンクがね、在庫ありますんで、もうどこもないよ、国内在庫ないから。で、大体ですけどフレームがまあ18万円ぐらいで、乗れるようにするために大体ですけど、まあ、25万円ぐらいかかります。まあ、もし持ってる部品があればそれ寄せ集めてもいいし、やっぱり国内まだ部品がない部分があるんで、もうヤフオクとかメディカルで部品買ってきて持ち込んで、まあ、残額48回のローン組んでもいいし、そういうやり方があるんで、なんかいい感じにやっていきましょう。以上、ちょっと長くなりましたけど、購入検討中の方はぜひこのブログじゃなくて YouTube 見て参考にしてください。じゃあ終わります。